さあ、今日の質問はこういう内容です。なぜ聖書の神は妬む神なのですか、はい、これはね、出エジプト記20章の5節にそういう言葉が出てくるわけですね。あなたの神、主である私は妬む神と出てきます。さあ、いつものように3つ申し上げます。1番目、妬みは罪です。妬みは罪です。妬みっていうのは 他人のものもを欲しがる罪ですね。私にはない羨ましいあれが欲しい例えば人が持っている富能力あるいは美貌こういったものを欲しがるわけですねこれは明らかに聖書では罪ですしかし2番目に「妬み」っていう言葉には別の意味もあるんです で、指ジ字ト時20章の五節は、その別の意味で、妬みという言葉を使っています。それを例を使ってわかりやすく説明しますと、夫婦関係、あるいは親子関係を考えるとよくわかるんです。例えば、よその男性が自分の妻に言いがかりをつけて、自分の妻を誘惑しようとしているのを見たときに、夫は、 静な心では折れませんね。その時に知らん顔して「俺は妬たまないよ」って言ってるのはおかしいんです。なぜかというと神様が自分に与えてくださった関係を破壊しようとする力を排除するのはごく自然の感情でありまたそうしなければならないものです。親子関係を考えてください。子供が誘惑されそうにに、なっている時に 俺はは構わないいいよという親はおかしいんです。自分の子供を命がけでも取り返そうとしますつまり神様が私は妬む神だって言われた時にはこの2番目の意味で使われてるんですね3番目に申し上げたいことは出エジプト時二十章の五節は「 偶像礼拝を禁止するという文脈の中で語られてるっていうことです。つまり偶像礼拝をする目に見えるものを作りそれを神とするっていうのは本来神にのみ属することを別のものに与えてるわけですね。それはどういうものかっていうと意向尊厳栄誉。 礼拝そういったもののは神にのみ属すするんですそれを別のものにあげようとしている時に神はそれに対して妬みの感情を覚えるわけですねまた私たち人間が作り主である方から離れて別のものに行こうとする時に私たちを愛して取り戻そうとするそれは神としては当然な感情なわけですね神は 私たちを愛しておられるそれゆえ妬む神なんだということです。あなたは神から愛されています。また次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。